こんにちは、アドバンスマーケティングリブテックアンバサダーの山本亮です。今回紹介するのは今年から発売されるリブリグです。フレックスは結構柔らかめで、かつ有効エッジが短いので、普段乗ってるサイズよりもちょっと長めに乗ることをおすすめします。リブテックのダイナモをより柔らかく取り回し効くようになったイメージです。初級者の方でも普段乗ってるサイズ感で乗ってもらえれば遊びやすいですし、中級者以上の方は長めに乗ってパウダーだったりフリーランしていただけると思うので、僕は普段54から57ぐらいを乗るんですけど、リブリグ乗るなら59以上を選びます。やっぱ有効位置が短いんで長さを感じさせないので、やっぱり長めに乗るのがベストかなと思います。オースティンはこういう板が好きなんだな、イメージ的には硬い板が好みなのかなと思ってたんですけど、意外と柔らかい板なんだなっていうのが乗ってみた感想です。ぜひ紫スポーツさんでチェックお願いします。